はい、どうもです。今日はの親父の朝昼晩ご飯の時間でございます。時間的にはね、4時ぐらいかな。うん、今日はね、こちらです。親父の海苔弁当、あのペヤングがこれ2つ入ってるやつあるでしょ、それの容器を使っております。ちょっとね、サムネで取りたかったんでね、ちょっと大きいのに入ってる。多分食べないですね。うん、見た目重視でちょっとね、申し訳ないですけど、実はですね、今日まあ火曜日で、まあ、仕事早めに終わったんですけど、昨日からね、ホットモットののり弁セールやってまして、昨日も完全に忘れてました。で、今日こそ買おうと思って、仕事もね、早帰りだったんで。ほら、雨がもうすごいのよ。駐車場を止めて弁当屋に行くまでの間の雨もすごかったんで、とりあえずね、スーパーちょっと寄ってみて、何もなければ、まあ、濡れてもいいから、まあ、1週間ぐらいあるんでね、ほっともっと行こうかなと思ったんだけど、半額じゃないにしてもね、やっぱり今日雨でさ、大降りで、今後もね、これからもさらに強く降ってくるということで、早い割引やってたのよ。で、まあ、とんかつだとか、春巻きだとか、イカの天ぷら、うずらの卵のメンチカツ、うん、そういったものがあったんでね、それをちょっと買って、こんだけあればちょっとのり弁はまた明日にしようかなと。本当はね、久しぶりののり弁だったんでね、以前のり弁リベンジやったかな、のり弁リベンジ、うん、のり弁リベンジ、うん、やったかな。一回落としたでしょ、白身フライを車の中で食べて、まあ、食べたかったんだけど、ちょっとね、おかずもすごかった、まあ、ちょっと食べていただきます。麦茶です。カツいきますか。とんかつもね、1枚じゃなくて半分ぐらいでちょっと安いやつ買いました。うん、これでもちょっと衣が大きいな。海苔弁食べたかったんだけどね、海苔弁だけじゃ足りないから、海苔弁と おかずをね、チキン南蛮にするか唐揚げにするか、肉野菜も好きなんでね、うん、それもいいなとか、いろいろね、仕事中も考えながら、うん、うずらの卵、こうやってね、うずらが入ってメンチカツに、スコッチエッグっていうんだっけかな、よくうちの母親が普通の鶏さんの卵で作ってくれたわ。うん、やっぱりゆで卵にメンチの肉のネタを乗っけていくからね、結構ボリュームもあるしね。うん、懐かしいね、美味しかったな。最近はね、母親もやっぱりね、あちこちね、痛めちゃって、腰だとかね、痛めてるんで、キッチンに立つことがないんでね、おふくろの味っていうのをね、食べることができないんですけど、たまに自分でもね、思い出したかのように、こんなの作ってたなーっていうのがあったら、自分でちょっと作ったりしてね、もちろん味はちょっと違うね、うん。やっぱ味付けレシピ変わってくるから違うんだけど、
なんか見た目で見ても、あ、こんな感じだったなとか思いながらね、食べると懐かしい。食べまくる。本当はお家でね、もう一回揚げてあげるとか、油でね、焼くとかすると、パリパリに、なってよりね、美味しくいただけるんですけど、うん、これででも、まあ500円ぐらいかな。キャベツの千切り入れております。ちょっとイカ天食べよう。うんうん、ムライジング、いろいろ安いのあったんだけどね。唐揚げであるとか、天ぷらであるとか、コロコロいっちゃうわ。けどご飯少ないんだよな。2つ入れるにはちょっと多いなと思って。小分けにして、冷蔵庫には入れてありますけども、つかみづらい。最近このサントリーの天然水スパークリング、これにハマってる。
これ美味しい。なんかこの喉越しの炭酸感だとか、いい。これも美味しい。うずら棒とかも好きなんだけどね。うずらのフライを。串に刺してるやつ。うずらの卵がまたいいわ。はい、ってことでね、動画自体ちょっとここまでにしたいと思います。明日のり弁食べます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。